はい、それでは今日総理とはどのようなお話をされましたか。はい、まず総理から訪米、この度の訪米についてのご報告をいただきました。すでに報道されていることがほとんどですけれども、きちんとしたお話をいただきました。その上で今後の外交の展望についても、いろいろな観点からやり取りをいたしました。それともう一つ、明日から衆議院の補欠選挙が始まります。この点についても総理の方から自民党が公認している島根1区について改めて公明党に対する推薦の依頼がありました。先週も幹事長等からも推薦の依頼がありますので、今日改めて総理からもご推薦の依頼をいただいたことで、我が党としても態度を明らかにしたいと、推薦の方向で決定をしていきたいと、このように思っています。その他の長崎や東京については、そもそも推薦の対象がありませんので、求められておりませんので、そこはそれぞれが対応するということであります。それから今後この政治資金をめぐる問題について、再発防止策、特にこの政治資金規正法の改正、これを成し遂げていかなければなりません。自公で今週幹事長レベルで協議をするということを確認をいたしました。ぜひとも今国会中に、特に自民党も政治家の責任を強化するとか、あるいは資金の流れの透明化を図るとか、あるいは第三者のチェックを受けられるようにするとか、そうした方向性を出しておりますけれども、公明党はより具体的な提案もしておりますので、しっかり協議を進めて国会全体の幅広い合意ができるように、そして法改正の結果が得られるように力を合わせていこうということを確認をいたしました。概要以上であります。冒頭おっしゃった外交、今後の外交日程というのは、来月の日中韓首脳会談含めて何か具体的にお話はありましたか。いろいろな課題の話はありましたけど、日程等についてはまだ詳細な話はございません。いずれにしても対話をいろいろなレベルで進めていくことが重要だという趣旨でお話をいたしました。徳橋さん、いかがでしょうか。はい、東京チーム大野と申します。先ほど話題にしていただいた衆院補選ですが、東京15区の方は夫は態度を明らかにしておられませんが、これは自主投票とかそういった方向になるんでしょうか。自主投票という決定もしておりません。今後どうするか、まだ態度は決めていないということであります。重ねて、近日中に東京15区についても何らかの態度が決定されるというふうに考えています。そこは東京都本部がどういうふうに考えるか、それを 党としてどう受け止めるか、そういうやり取りはまだしておりませんので、まだ決めていないということであります。はい、朝新聞の宮内です。再発防止に向けた規制法改正についてですが、与党協議これから始まりますが、自民側は独自案を出さずに臨むというふうに先日明言しています。先日の平場でも少人数でですね、熱量が少し足りないのではないかという自民内からの指摘もあるんですが、代表現時点こうした自民党の姿勢をどう評価されているのでしょうか。伺いますか。党としての関係者の処分を出したばかりで、これからいよいよ法改正の議論を始めるということですから、大きな方向性は3つぐらい掲げていますけれども、やはり協議をするからには具体的な考え方を出し合ってですね、合意を進めていく必要があると思いますので、そこは協議の当事者にしっかり努力をしてもらいたいと思います。NHK の佐々木です。はい、どうぞ。補選について総理とですね、補選、はい、総理との間でどのような戦いにするというか、その前提下のお話はありましたでしょうか。また代表ご自身どのような戦いにすべきとお考えか。
具体的なことまでは細かくはお話しされませんでしたけれども、島根1区については自民党として最大限の力を出せるようにしっかり、これから取り組んでいきたいと、そういう強い決意がありました。代表ご自身はどのように考えますか？まだ最終的には決めていませんけれども、推薦をする方向で党で手続きを取っていきたいと思います。補選全体についてはですね、自民党が公認を出さないところも、必要なところも含めてですね、どのような戦いになるというふうに受け止めていますか？候補、自民党自身が候補を出さないところについては連立政権として議席を自らの議席を確保できないということになりますけれども、やはり今のこの政治不信が深い状況にあってですね、一つ一つ信頼を取り戻せるような取り組みを重ねていくしかないと思います。はい、事実としては、よろしくお願いします。2つありまして、先ほどの島根1区の件については推薦する方向で手続きをという話であったんですが、これについては総理に直接お伝えになられましたでしょうか？趣旨は伝えました。あともう一つ、政治資金規正法の改革、改正については総理はどのようなことをおっしゃっておられましたでしょうか？もしおっしゃっておられたことがあれば。総理は協議が始まるということで、その協議にしっかり取り組んでいきたいということ、そしてまた自民党としては大きな方向性で3つ打ち出しているので、その点についても合意ができるように協議を進めていきたいと、そういう趣旨であります。代表すみません、テレビ朝日大です、政治資金規正法の事項協議についてなんですけども、今日その総理と代表の中でもやり取りされたということなんですけども、今国会 その法改正というのを目指す上で事項協議のスケジュール感というか、いつ頃までにその与党としての考えを取りまとめられるお考えか、改めてお聞きしてもよろしいでしょうか？今国会中に法改正を成し遂げるというゴールを決めているわけであります。それに向かってどうするかは協議の当事者にしっかり詰めて、できるだけ幅広い合意を形成できるような努力を期待したいと思います。すみません、あともう一点、自民党はその3つの柱というものを出されていて、で一方で公明党はそれに加えてその政策活動費の使途の公開であったり、政治団体間の資金移動であったり、いろいろな要素をその要項に取りまとめられる方針だと思うんですけれども、こういったこの、それぞれの党の中で温度差が現時点ある中で、公明党として、与党協議でどういった役割を果たしていくお考えかお聞きしてもよろしいでしょうか？やはり公明党は改革案をいち早く他の政党に先駆けて出しておりますので、それをより具体的な要項や案にまとめてですね、まず自公で推進力を作ると、そしてまた野党の皆さんとも合意をできる話し合いをですね、しっかり進めていくと、そうした合意形成をリードする役割を公明党として果たしていきたいと、こう思っています。代表、すみません、読売新聞の森山です、島根の補選について確認したいんですけれども、去年の徳島高知補選はですね、代表と岸田総理並ばれて優勢に入られることもあったかと思うんですが、今回もそういった可能性というのはあるんでしょうか？いや、まだ全く考えておりませんし、推薦を出す方向でということは総理にお伝えしましたが、手続きはこれからでありますので、その上でどうするかというのは現場の状況も考えながら全体の方でよく検討するということになると思います。他いかがでしょうか？すみません、テレビ朝日弊社が始末世論調査を行いまして、その訪米の評価もかなり高い数字が出たのに加えて、内閣支持率も 5% ほど上昇しました。今日総理とのやり取りの中でこの訪米等を含めたこの手応えみたいなものを総理から何かご発言はありましたか？訪米についてはいい内容になったという、非常に前向きな受け止めだったと思います。それは我々も評価したいと思っています。世論は世論で、一つ一つさまざまな反応は謙虚を受け止めていくということになりますけれども、やはりこれからどうするかということ、ここをこの今回の訪米を土台としてですね、さまざまな対話を進めていくということが重要だと
という共通の認識を持っております。はい、TBS の方です。今の質問に関連してなんですが、今回世論調査でポイント行動支持率が上がった形になります。徐々にこう信頼回復のトレンドっていうものが、見えてきているのか、その代表どのようにお考えでしょうか。まあ、一つ一つの結果について、個別の評価は避けたいと思います。大事なことはやはり政治資金をめぐる問題について不信感が強まって、いきましたから、やはりそれを解決していくという姿勢、ここを国民に伝えていくことが重要だと思いますので、これからの政治資金規正法改正に向けた取り組みが重要だと思っています。他よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、終わります。